伝統の一戦レジェンズ OB 対決巨人さんの二半身。15日、東京ドーム。阪神のエースとして活躍した江夏豊氏。76、が試合前のセレモニーに登場。車椅子に乗り、酸素吸入器を装着した姿でグラウンドに姿を見せると、スタンドのファンは大きな拍手を送った。写真。 レジェンド大集結の OB 戦車椅子酸素吸入器をつけて集合写真に写る江夏豊氏集合写真撮影時にはソフトバンク大会長らと言葉を交わした江夏氏。マウンドに立つことは叶わなかったが、ファンからは、あの江夏豊の姿に涙した、年を取る。ということの残酷さを感じるなぁ。江夏豊さんの体調が心配。いろんな思いが込み上げています。 いつまでもお元気でとの声が多く集まり、伝説の左腕の現在の姿が胸を打った模様だ。また巨人の助っ人として活躍したクロマティ氏も車椅子姿で登場。試合中のイニング間にはファンと一緒に、万歳、パフォーマンスを繰り広げ、スタンドを盛り上げていた。